はい、こんばんは。とりあえずだいぶ前に買ったアレックスのチョバブアーマーを組んで艶消し薄み入れをしました。そしてフルハッチオープン、なかなかいいですよねこれなんかチョバブアーマー着るとかっこ悪いからと思ってずっと作ってなかったんですけど、5、6年。チョバマーマーつけてなくてもあんまかっこよくないみたいな今思えば。ということでハッチオープンの場所を見ていきましょうか。これ劇中も開きましたよね、こうキャンプファーから逃げるときに。パカン、後ろも開きます。フルアーマータイプということでなんでこれをやる気になったかっていうと、やっぱこの F90 のフルアーマーを作ったからですね。いやいや、チョバムアーマーそういえば持ってたな、捨てないでと思って。あ、悪くないっすよね、割と。こうなってくるとケンプファーが欲しくなってきますね。あとフルアーマーガンダムも持ってんだけど、今度フルアーマーシリーズで、あとファッツもあるな。フルアーマーシリーズでやるか。あ、うちのフルアーマーが来た。うちのフルアーマーを見てもらう。うちのフルアーマー、うちのフルアーマータイプも来ましたいらっしゃい。暇なの？うちのフルアーマーフルアーマー玉様になります。玉様も話してみたいな、話してってお前構ってほしいんじゃないの、フルアーマーということで、あんま話すことないなみたいな。パカンパカン、ここ開いてクリスチーナが出てきましたよね。クリスチーナ玉ちゃん、ちょっとダメだ、ごちそう。ジャキン、もうこのままにしよう。なんかアレックス脱いでてもそんなかっこよくないし、ちょっとケンプファーのロボット魂があるから、遠近感でちょっと動画と写真を出そうかな。ということで、以上。